It's Don Comet News, Don Don Comento, Citizen Net. どうもこんにちは、ドンコメです。今回は、やっぱり減便だった、小田急多摩線、小田急のダイヤ改正についてお伝えいたします。小田急電鉄では、2020年3月14日に、ダイヤ改正が行われます。比較的小規模なものですが、平日夕方以降に、改正内容が集中しているようです。その改正内容の中で、多摩線の急行電車に、言及したものがあります。平日夜、22時43分発、急行から木田駅を、新百合ヶ丘から、各駅停車から木田駅に、変更する、とあります。似たような内容で、土休日、新百合ヶ丘、13時から16時9分に、発着する、新宿から唐木田間の、急行を、新百合ヶ丘で種別変更し、各駅停車で運転することで、多摩線の利便性向上を、図ります、と書いてあります。小田急のホームページで公開された、ダイヤ改正後の時刻表を、確認したところ、これの意味するところは、まあ、言うまでもありませんが、土休日13時からの3時間について、毎時3本の減便を行う、ということだったのです。それではまず、今までがどうだったかを見ていきましょう。まずは土休の日中、下りです。例として、新宿駅を13時33分の列車を取り上げましょう。この急行は、新百合ヶ丘3番線、多摩線ホームに、14時1分に到着、すぐに発車します。その後の唐木田方面各駅停車は、5分後の14時7分、急行通過駅を利用する場合は、向かい側4番線の各駅停車に、乗り換えることができました。しかし、その5分の間に、新宿13時40分発特急と、13時41分発快速急行が、続けて新百合ヶ丘に到着します。階段の上り下りが必要、乗り換え時間もわずかですが、乗ろうと思えば、同じ各駅停車に、乗り換えることができたのです。これが改正後にどうなるかと、いうと、まず、特急と快速急行は、時間が変わらないようです。一方急行は、新百合ヶ丘を、1分早く出発、確定から木田駅となります。次の確定は、14時10分です。したがって、急行通過駅だった、さつき台、黒川、春日野駅にとっては、1本早い各駅停車に、乗れるようになったのと、同じ状態になるわけです。そして、特急と快速急行に、乗った場合は、乗り換え時間が5分に増えています。改正前は2分しかありませんでしたから、通路を走って移動する人が、減ると考えれば、これは改善されたと言っていいのではないでしょうか。ちなみに、改正前の、新宿から春日野の所要時間は、急行を利用した場合で、41分、快速急行を乗り継いだ場合が、33分で、唐木田駅じゃない電車を、利用した方が早かったのです。改正後は、新百合ヶ丘から確定になる急行の、利用で、35分、しかも、乗り換えなしになりました。一方、快速急行で乗り継いだ場合は、36分、なんと、快速急行を利用した方が、1分遅くなっているのです。しかも乗り換えと、階段の上り下りが必要ですから、多摩線を利用する場合は、唐木田駅の急行を使った方が、確実に便利ということになりました。それでは、上りはどう変わるのでしょうか？今度は、改正前、唐木田13時53分発の、急行を見てみましょう。新百合ヶ丘、14時5分に到着し、小田原線からの快速急行を、先に出発させ、8分に発車します。この1本前の確定で、唐木田13時47分発の、各駅停車があります。新百合ヶ丘到着は14時1分、多摩線ホーム4番線です。新宿方面へ乗り継ぐには、階段を上らなければいけません。春日野と、黒川から乗った人は、
栗平で一旦降りて、後の急行に乗り継げば、階段を利用しなくて済みます。ただ、快速急行に乗り継ぐ場合は、乗り換えが2回となってしまいます。しかも、さつき台の利用者だけは、それすらもできません。急行通過駅でも、こんな格差があったのです。ちなみに、直通急行に乗れなくても、1本後の各駅停車に乗り、快速急行に乗り継げば、新宿到着は、2分しか違いませんでした。これが改正によって、唐木田13時49分発各駅停車、新百合ヶ丘から急行、という列車になります。新百合ヶ丘では、小田原線上りホーム、5番線到着なので、快速急行へもすぐ乗り換えられます。座って行きたい場合、向こうが丘遊園、成城学園前などへ、行く場合は、そのまま急行に乗ってもいいでしょう。各駅停車に乗り継ぐ場合も、1分後にすぐやってきますので、降りたホームで待てばよくなります。そしてさつき台の人も、階段を使わない乗り継ぎができるようになりました。春日の、黒川の人も、栗平で降りる必要もなくなるどころか、乗り換えなしで新宿へ行くこともできるようになりました。急行を減便したことで、むしろ便利になる駅が出てくるというのも、面白い話ですよね。いかがでしたでしょうか？これにより、急行停車駅が不便になるのではないか、と思う方もいるかもしれませんが、もともと多摩線の急行は、3駅しか通過駅がないため、1、2分しか早くありませんでした。そして、長山と多摩センターには、京王相模原線があります。新宿からの場合、値段も運賃も、京王に負けてしまうのです。栗平の場合は、新百合ヶ丘から2駅目なので、急行でも各駅停車でも、ほとんど所要時間に差は、ありません。となると、多摩線の急行でメリットがあったのは、終点の唐木田だけになってしまいます。まあ、その唐木田でさえ、相模原線の準特急を、使った方が早いのです。これ以上、急行停車駅だけ利便性を、上げても、京王には勝てないという、小田急の敗北宣言なのかもしれませんね。それでは今回はこの辺で、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また見てね、チョンニルとロクシテクリルと、ウリシナ。Thank you for watching. See you again. Bye bye.